金利御守栄総督時代の徳川義信金利。御守栄総督は、江戸時代末期に幕府の領海のもと、朝廷が金利を警護するために設置した役職である。任命された徳川義信は、大阪湾周辺から侵攻してくる外国勢力に備えるため、石灰防御式という役職にも同時に任命された。現時元年3月25日、 吉信は将軍貢献職を免税られると同時に、金利御主衛総督に就任した。朝廷から任命された役職ではあるが、金利御主衛総督の役料として幕府より月に7500票、受け取る合意を得た。配下に、京都守護職の松平片森、京都諸子代の松平定明を従え、江戸の幕閣たちから独立した動きを見せ、 在京幕府勢力の指導的役割を果たす存在となった。同年5月、吉信は摂津国沿岸を視察している。同年7月、吉信は金門の辺において、藍津藩、桑名藩、大垣藩、薩摩藩等の在京諸藩勢力の葬式を取り、近畿から長州藩勢力を撃退している。慶応元年、政務保育を命じられている。 慶応2年7月31日、吉信は総督職を辞任し、徳川総家を相続した。その際に役職としての金利ご守衛総督は自然消滅するに至った。ありがとうございます。